にちは、パラスルーナ補助です。今回の動画では、リクエストがありました準備運動、ウォーミングアップに関して発信していきます。で、まあ、今回保存版ということで、結構リクエストで練習をする前の調整方法を教えてほしいっていう、パッケージ化して教えてほしいっていう声をいただいているので、まあ、オンラインサロンを最近始めたんですけど、そちらでもいただいているので、今回は一緒にやっていただいて、それをすることで練習前に取り組むと、コンディションが整いやすいということで、まあ、真似しやすいように説明しながらお伝えしていきたいと思います。コンディションがやっぱり大事だと思っていて、練習する上で体の状態が悪いのに練習に入ってしまうと、その状態で筋肉とか神経とかの伝達を覚えてしまうので、なるべく体の状態を整えてから練習に入った方がいいので、今後ですね、トレーニングしたりとか、空手の練習に入る前にこの動画見ていただくとすごく参考になると思うので、ぜひ、真似してやってみてください。で、早速なんですけど、よくある準備運動、屈伸伸脚とかっていう基本的なやつをまずやっていきます。まず屈伸ですね。これもボールに合わせて1、2、3、4、5、6、7、8のリズムでいいと思うのでやっていきます。今回ちょっといいペースで進めていきたいので、普通に進めていきます。号令はなしなんですけど、こんな感じで伸脚深く、まずやっぱり筋肉に刺激を入れたり温めるっていうのがすごく大事なので、一通り動かしていきます。前屈、あと後屈ですね。はい、で今度は体側で反対もいきます。で回旋ですね、体を回して、この辺の流れっていうのは、背骨の動きを全体的にほぐしていく動きになるので、丁寧にやるとおすすめです。あと足、アキレス腱ですね。で反対やります。はい、あと手首、足首、で首も回します。はい、まあ、これは定番の練習前の準備運動になると思うんですけど、ここからはちょっと骨格調整を、交えた動きをやっていきますので、これやっていただくと本当に体の動きがすごく変わってくるので、ぜひ一緒にやってみてください。まず鎖骨の調整をいきます。手を背中に持ってきていただいて、鎖骨を片方の手で揺らすようにほぐしていきます。外側からだんだん内側に、移動させていくイメージで、でイメージとしてはちょっと外側に揺らしながらベクトル向けていくようなイメージで揺らしていきます。はい、でこれ揺らすことで首周りとか胸筋とか、骨が動いてほぐれることで筋肉ほぐれていきますので、やってみてください。はい、で鎖骨をほぐしたら、これだけでも肩が下がってると思うので、このまま肩の調整いきます。では頭の後ろに持ってきて伸ばす。そうすると肩周りの筋肉が均等に今緊張状態になるので、ここでひねりを加えて、ひねることで肩がほぐれていきます。これも5回ぐらいいきましょう。はい、で今度反対ですね。鎖骨、手を背中に持ってきて鎖骨を揺らしてほぐしていきます。で首肩が硬くなると肩こりとかにもつながるので、これしっかりほぐしていくことで、肩こりにも効果的になります。はい、鎖骨をほぐして、あまり大きく動くお金ではないので、まあ、揺らして振動を与えて緩ませるようなイメージになります。はい、で今度はこの、肩伸ばして、ほぐしていきます。手を頭の後ろにして伸ばして、ここで肩をひねります。ちょっと遠くに持っていくようなイメージにするとおすすめです。これもまあ5回ほどやっていただければいいと思います。はい、で、ここから今度は肘から下、ここに2つ骨があるので、両方の動きをこう出すように、こうバイバイの動きですね。これでしっかり手首をほぐしていきましょう。で動きが悪い場合っていうのは、骨を少し持って一緒にちょっと補助してあげると動きが出やすくなります。両方できると思うので、硬い方をちょっと見分けてやってみてください。
あとは突きのこのひねる動きを少し先にやっておくと、関節の動きがスムーズになります。はい、こんな感じで肩から肩甲骨、腕っていうのがほぐれていきますので、ここからは股関節周りをちょっと動かしていきます。はい、こんな感じで片方の足を折り曲げておへそを向けます。そして、股関節を体でロックした状態を作っておへそをこっちの膝と同じ方向に向けます。で、肘をついて体を固定して、この状態で背骨をこう回すように動かしていくと、右の今の股関節がロックされているので、仙腸関節っていう仙骨と、寛骨、骨盤の骨がの関係性がこうほぐれてくるイメージ、仙腸関節をほぐすことで背骨の動きがより可動ができるようになります。これを時計回りに回したりして動かしていって、あとは前後左右動かしていきます。あと前後に動かしていきます。はい、こんな感じで反対もいきます。膝を折りたたんでおへそを膝の方向に向けて肘をついて、この状態でぐるぐる回します。これも同じく時計回りで回したりとか、反時計回りを回したり前後に動かしたり、本来は股関節が動いちゃうところを、ロックしているので仙腸関節が緩んでくる動きになります。はい、で仙腸関節を、調整したらそのまま背骨が動きやすくなっているので背骨の運動を入れていきます。まず四つん這いになります。その体勢で体を丸めて目線はおへそを見るようにして引き上げていきます。はい、で今度は目線を上げて上に向くように、はい、もう一度丸めます。で、起こしていきます。背骨の湾曲を作るイメージで。で、丸めて。起こして。で、反らすことは結構できるとは思うんですけど、肩甲骨の間をグッと落としたりすると、細かくこの辺の胸椎の動きとかも練習したりできるので、この辺はご自分でいろいろ試してみてください。あとは横のひねる動きも入れていきます。四つん這いの状態から手を頭の後ろにしてひねります。天井を見るように息を吐きながら、こんな感じで、5回いきましょう。4 5、はい、反対いきます。このままひねて1 2 3 4 5。はい、こんな感じで、背骨の運動も一緒に混ぜてやっていきます。股関節大動きになります。うつ伏せになって足を下げて曲げて斜めにずらします。ここほぐれやすいポジションになるので、ここで左右に揺らすことで股関節周りがねじれてほぐれてきます。はい、これやったら反対側もいきましょう。ほぐしたい方の足を下げて斜めにずらして揺らします。はい、そして最後足首いきます。足首も他の動画でも解説してるんですけど、つま先と同じ方向に膝をぐっとこう倒すような感じ、そうすると足首の柔軟性が、こうなった時っていうのはふくらはぎが伸ばされてる状態になります。で、足首がぐっとこう入った状態、ここであらかじめ体重を乗せたりすると、関節に乗っかるのが、あとで動いた時にも怪我を防止しやすくなるので足首の状態を整えます。同じように反対もこんな感じでぐっと足首を柔軟性高められるように動かしていきましょう。はい、はい、こんな感じで、一通り調整したんですけど、準備運動から始まって筋肉に刺激を入れつつ、骨格の調整もすることで、コンディションが整った状態で、練習トレーニングに
進むことができるので、ぜひこのメニューを一緒にやっていただいてからやってみてください。何もやらずに取り組むパターンとは全然違う動きができると思うので、忘れてしまったりしたらまた、繰り返し見ていただいて、取り入れていただければと思います。はい、今回の動画は以上です。今回の動画良かったと思っていただけたら評価ボタンをお願いします。このチャンネルでは空手選手へ向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり、悩みを解決するような方法をお届けしています。他にも知りたいことなどありましたらコメント欄に書き込んでください。空手のオンラインサロンを運営しています。空手選手で集まって、技術のシェアだったり、指導方法のシェアだったり、あとは今 Zoom のミーティングなどをして空手界を盛り上げるというところをテーマに活動してますので、興味ある方はぜひ入会してください。今回の動画は以上です。ありがとうございました。